まあ、駐在の場合もですね、現地採用の場合も基本的にその会社が出してくれるってところは楽なので、そこはあの問題ないかなと思うんですけども、まあ、現地で探す場合ですね、僕はあのサイトとしてはフィリピンプライマーとかですね、だとあの結構いいのかなと。あと日本で探すっていうこともできるんですよね、まあ、日本人のエージェントに日本にいる間に探してもらう、まあ、これリラ公園とかですね、そういった会社は結構あの信頼があってちゃんとしたあのサポートをしてくれます。あのいい案件を紹介してくれたりとかですね、まあ、あと住んでから仕事どうやって見つけるかっていうのはやっぱりさっきもあったんですけども、そういうプライマーみたいなですねサイトを見る、あと僕みたいなこう現地で情報を発信している人間の情報を、頼りにするとかですね、まあ、そういったことを、利用していくとそんなに大変ではなく見つかるのかなと思いますね。まあ、現地採用と駐在でかなり金額、収入の金額違ってくるので、そこもあの事前に調べられた方がいいかなと思います。まあ、生活費ですね、独身の場合、まあフィリピンのマニラで